イストは、トヨタ自動車が製造、販売していた乗用車である。ビッツをベースに、体型のタイヤとクロスオーバー SUV 風の後ドアハッチバックボディをかぶせた、クロスオーバーコンパクトカー。当初は、日本国内専用車であったが、後に、北米でも若者向けのクールブランド、サイオンで、初代がソとして、2代目が、XD として、また欧州でも2代目が、 アーバンクルーザーの社名で販売されるようになった。なお、車格は北米ではサブコンパクトカーに欧州では B セグメント MPV にそれぞれ分類される。初代は日本では当時人気ナンバーワンであったホンダフィットに対抗するため予定より下げた戦略的価格帯を打ち出した。また流行の SUV 風のボディも人気を集め、 受注台数は発表後1ヶ月で約4万2000台を記録し、販売台数の方も同時期にデビューした日産、マーチを上回り、コンパクト部門2位となった。2代目は、車格はコンパクトではあるものの価格帯が上がり3、ナンバー車になって、初代の人気とは対照的に販売台数は伸び悩み、2016年をもって廃止された。デザイン上、 ホイールハウスとタイヤのクリアランスが小さく、純正タイヤを装着していても、物理的な関係から金属製、タイヤチェーンの装着が事実上不可とされている珍しい車種の一つでもある。初代は TRD からコンプリートカーアイスト TRD ターボが発売されていた。また研修を終了した各販売店のメカニックがターボキットを取り付けるチューニングプランも存在した。 2001年の東京モーターショーで出展され、そのコンセプトカーゼンとしたスタイルそのままに、翌2002年に市販された。ビッツに比して若干ボディサイズを大きくすることで、居住性の向上に貢献するだけでなく、シャープなボディラインに、クロスオーバー SUV 風のオーバーフェンダーによって、クールでスタイリッシュなデザインを施すことでビッツとの差別化を実施。また、ビッツと同様に、 センターメーターを採用していた。開発にあたっては、初代 BB に続き、試作車を製作しない、フルデジタル設計として製作されていた。すなわち、実車での走行実験を省略することで、コストダウンと開発スピードの速さにつながっていた。エンジンは 2NZFE 型 1300cc と、1NZFE 型 1500cc の2種類。 トランスミッションは日本では4速 AT のみで、北米では5速 MT も用意している。2NZFE 型 1300cc は平成17年排出ガス基準75%低減レベルを、1NZFE 型 1500cc は平成17年排出ガス基準50%低減レベルを達成。静岡県警察ではミニパトとして導入されている。 初期の CM は、大切にしたくなる。がキャッチフレーズ。その後、松田隆平、安藤正信、村上敦、志、柏原隆浅野忠信を5人で起用。独身男性をターゲットにした CM で、ビストに合わせた単語を個々に持ち、ショートフィルムも公開された。楽曲は、ボンドの、ビバ。ピカチューカー2005年に、名古屋とヨペットが、本モデルをベースに、ゲーム、 ポケットモンスターに登場するピカチュウに見立て、耳や口などの部品を取り付けたピカチュウカーを製作した。この車は愛知県内のトヨペット店でプロモーション用として使用されたほか、愛、地球博開再期間中はデラファンタジア内のポケパークでも展示され人気を博した。イストベースのピカチュウカーはその後、 2009年より、名古屋トヨペットから沖縄トヨペットが譲り受け、沖縄県内のイベントや県内販売店の店頭の看板車両として展示していたが、2012年、株式会社ポケモンから権利収量につき、ピカチューカーの形状及びカラーリングの変更をもしくは廃棄処分を求められ、株式会社ポケモンの担当者が、 沖縄トヨペットに変更の確認のために来るまでの数日間に、車内で耳や尻尾を取り外し、パンダの色に塗り替えられた。2012年7月15日をもって、この車両は沖縄グッドと委員会に譲渡された。二代目ビッツから採用された B プラットフォームを拡幅したものを採用し、全幅は 1725mm となり、日本では3ナンバーとなった。 ホイールベースは2台目ビッツと共通の 2460mm。デザインは2ボックスと SUV を融合したクロスオーバースタイル。また、センターメーターが廃止になり、スピードメーターとタコメーターが同心円状に配置されたデザインのコンセントリックメーターが運転者の目の前に来るように変更された。エンジンは初代に設定されていた 2NZ。 FE 型 1300cc を廃止し、代わりに 2ZRFE 型 1800cc を追加。日本では継続設定される 1NZFE 型 1500cc と合わせ、全体的に排気量がアップした。欧州仕様では 1NRFE 型 1300cc と 1NDTB 型 1400cc、ディーゼルターボの2つを設定。トランスミッションは、 日本仕様にのみ設定される 1.5L 車が CVT に変更。1.8L 車は4速 AT となっているほか、北米仕様には仙台同様5速 MT を設定した。欧州仕様は6速 MT のみの設定。また、4WD 車は路面状況を問わず安定した走りを寄与するアクティブトルクコントロールを採用した。ホイールボルトは4本から5本に変更された。 グレード体型は 150X、150G、150 180G の3グレードに整理され、150X と 150G は引き続き 4WD 車も設定されていた。安全性能も強化され、全グレードで6エアバッグを標準装備とした。2代目からは小田切城を起用。発色のバリエーションに合わせた動物、奇抜な衣装や気味の悪い笑みを浮かべたり、 奇妙な動きをキングクリムゾンのイージーマネーに合わせて行い、セリフは一切ないメガボルトのような CM だった。2008年には TBS 限定放映で映画ルーキーズ卒業とのコラボ CM が放映された。この記事は以下のカテゴリーでも参照できますサイオン素に,に関するカテゴリー、サイオン XD に関するカテゴリー。ありがとうございます。